選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、共振者です。夜が更けました。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。まあ、そうですね。まあ、初日1日目、自分は単体精査と、あと、1日目、例えば自分が黒っぽいなって思ったところがあれば、黒位置言いたいんですけれども、黒位置がなくって、あまり黒位置が探せなくって、2日目で精査がちょっと不能だなっていうところを落としたい、落としたいっていうのかな。黒位置が見つからなかった場合は、まあ、2日目に残しておいてもちょっと精査ができないかなっていうところを、落としたいかなと思っております。あと、まあ、思考開示としては、思考の転換って2日目3日目で、あると思うんですよ。それが色が見えての思考転換で言っているのか、はたまた村人としていろいろ考えての思考転換なのか、必ず思考化転換があった場合は理由言ってほしいなと思いますね。クリモル母さんってクリさんだったんだ。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。そうですね、1番さんはその黒い血がなかったら2日目にあのなんか精査が無理な人を釣りたいっていうことですね。はい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 。それだったら、まあいいでしょうか。とりあえずはね。僕は、投票は嘘つかないと思ってるっていうのが持論なんで、はい。捨て票とかするやつは人外やなって思ってますね。はい。まあ、村人陣営っていう、はい。村人陣営やったら、しっかりと狼っぽいところに票を入れてくださいね。はい。僕は、票からも精査していくんで、よろしくお願いします。そんぐらいかな、僕の持論は。一番はもう2周目でいいと思ってますね。はい。そんぐらいかな。まあ、場面固まり次第、2周目考察を伸ばしていきます。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、シーンをなし、開幕1からってとこで。黒いとこから釣っていきたいっていうのは分かったんだけど、1と2に関しても、現状としてはまあ、2周目1かなって現状思ってる。また、あくまでも進行論しか1に話してないから、なんとも言えんっていうのが率直な意見。で、1に関しては、なんつうの、人外だったら視点付けが起きてるって話が出たと思うんだけど、別に人外が視点付けを起こしてるからって、情報更新があるかっていうのはまた別の話なんじゃねえかなって、俺は率直に思ったかな。で2番に関しては、その投票で、ラインを切った場合っていうのはどうするんだろうな。投票で精査、投票地で精査するっていうのは2番の主張で分かったんだけど、ライン切った場合っていうのはそこで精査の方が、なんだろう、濁ってくるんじゃねえかなって実践では思ったかな。うん、まあ、あくまで進行論だからね。うん、そんな感じ、印象をつけるつけないっていう話じゃないかなと思った。はい、以上、2周目。4番。のプレイヤーが発言します。自分って前半位置って結構声色精査でするんだけど、まあ、1番さんって一番最初でそんなに声色的に緊張もしてなくて進行論もハキハキ言ってたんで、まあ、フラットより若干白身かな。2番さんに関してはね、ちょっと、まあ、言ってる、まあ、フラットだったんだけど、最後の盤面決まってから発言伸ばそうっていうのが発言稼ぎにすごく見えた。なんで現状2番さんサイクロで見ても、3番さんに関しては1番さんと2番さん、しっかり精査してる姿勢が良かった。例えば3番さんがその位置で、1、2の精査をせずにまだ進行論とか言ってたら結構黒いんだけど、しっかり1と2精査はしてたとこが印象いいから、あんまり1と3に人狼要素を拾えないから2が現状サイクロで釣り1かなって思ってます。5番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、まだ何も出てない状況なんで、前配置に関しては進行論とか精査してた。確かに4番さんの言う通り、3番さんは1に対して精査する欲はすごくあったんですが、内容はひどかったと思っております。ただまあ進行論なんで、3番さんもはっきり最後言ってたんですけど、2番さんとかのね、組み取り方とかしたら
別に投票で切ってたらどうするんですかとかじゃなくて、主に言ってるのは捨て票とか、そこに投票する意味がないとか、そういったものをメインで喋ってると思ってるんで、続き方がおかしいとは思ってるんで、内容としてはひどかったとは思ってますよ。はい。で、そうだな、意欲とか、まあ、はっきり言って2番さん、まあ、この精査、2周目しますね。4番さんは無理やり上げた感がすごいですが、スリッチ上げたら白くなるとでも思ってるんでしょうか。6番のプレイヤーが発言します。お願いします。6番のスキュラと申します。僕ね、自己紹介の時にこれね、4番さんにね言われるかもしれないけど、なんか無駄なね進行論っていうのを言わないでっていうか、僕考察が落ちちゃって、一番懸念してるのは、1番さんは印象良かったんだけど、1番さんが2日目に、あ、この人どうしようもないなっていう人を釣るって言ってたけど、一番さ、それ経費釣りじゃないよね。僕、経費釣りっていう人嫌いなの。経費釣りは嫌い。もうそれで散々。僕、宇宙考察だからさ。で、二番さんの投票は、投票結果は一番なんか信じ、それを信じるっていう、二番さんは自分の思考開示してるから、うん、無駄に黒だとは思ってないかな。ってとこだけ言っとくかな。一番さんは好印象だったってだけは言える。2番さんから以降に関しては、そうだね、今怪しく見てるとこは3番さん。3番さんって人外になりだったな。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、8白です。8白です。把握のほどお願いします。8番が白です。6番さんの3番さん殴りが正直、よくわからないっていうふうに思ってます。5番さんの3番さん殴りはわかりました。3番さんの言ってる論は、不当だなっていうふうに思ってます。まず、2番さんは投票も考察に含むっていうことは形なので、投票が全てじゃないんですよね。2番さんはあくまで投票は一つの要素として見てるから、3番さんの2番さん殴りっていうのは不当だし、1番さんの最終着地点は、理由をつけてねっていう発言だから、そもそも3番さんが1番さんに、言ってる構図っていうのも別に、1番さんの意図を汲み取れてない人だから、3番さんの、そもそも要素は、おかしいなっていうふうに思ってます。で、そこを評価した4番さんに関して言えば、私とは見ている目線が合わないなっていうふうに思うし、6番さんに関しては、なぜ3番さんが殴ったのかっていうのが、そこの要素はわからないなと。のプレイヤーが発言します。7番ちゃんのかな。はい、お願いします。白徳でございます。7番さんが占いで8白把握しました。そうだ、7番さんに一つ言うんだったら、もうちょっとその役職の動きとか触れてほしかったなと思ってます。そうだな、牧山さんがラスポジだよね。あ、違うわ。うん、そうだね。キバさんラスポジだから、ええのがこの後出てくるのかどうかっていうところなんだけれども。そうだ、2番さんが言ってることって、なんか2番さんに対しての精査で3番、4番が、4番は3番に対して釣りちゃい、精査を入れてるからって言ってたんだけど、2番さん言ってるのってあくまで投票位置が嘘つかない、捨て票した人物がっていうのを具体例挙げてたから、うん、3番さんのその突っ込み方は若干ずれてると思う。うん、疑問は思うのは別にいいと思うんだけど。だから2番さんの意見はもう一回2周目聞けばいいんじゃないと思うのに、なんでそんなにスリッチ投げるんかなとは思いました、ね。はい。まあ2周目聞くべきでしょうね。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特に支障ありません。そうですね。まあ現状7番が8白ってことで、盤面上めちゃくちゃ7番さん強いんじゃないですか。と思ってますけどね。8番さんはそこを言ってもよかったんじゃないかなと思ってますけど、まあ、7番の言う通り3番って組み取り違いしてて、2番っては投票デモっていうことで言ってるから、投票だけで精査するわけじゃないから、3番が言ってるのは組み取り違い、そこを評価してる4番もおかしいし、1番のフィーリング精査でハキハキしてるからムラメって言ってるのがわからない、はい、3番4番あたりを釣りたいなって現状思ってる、はい、5番に関しては正直何言ってるのかわからない、結果何を言いたかったのか、釣り位置上げてるか白くなると思ってるのかっていうのはどういうこと、うん、だからどう思ったのってことだし、6番に関しては経費釣りはもう嫌だっていうのは多分1番に対して言ってるんだよね。1番からそういうヘイトを向けられるのが嫌だからこそ6番でそういうこと言ってるんだよねって思ってるかな。はい。だから1と6に関してはラインはないのかなと思いましたね。はい。3番4番あたりが言ってるのがおかしいかなと思う。1番のプレイヤーが発言します。はい。ちょっと待ってね。占い5が1白。ん？ 8？
8が7白。うん ?7 騎士。じゃあ2、1、1番面で3が霊能把握しました。どうなんだろうな。ちょっと待ってね。あ、6番さんに言いたいんだけれども、景気釣りはしませんよと言いたいのと、9に関して盤面下なんだけれども、7が8白を出して、で、まあ、なんだろう、9が出なかったっていうのはどうなんだろうな、割かし、どうなんだろう、遠方地でそこで盤面が、まあ、平和村になってる状態だったから、今のところ9は今のところ考えてないかなと思っている。7が騎士、5、8か、ごめん。まあいいや。あとね、まあ3番さんに関しては霊の位置隠したからまあいいかなって感じですね。いやこれどうだろう。4番さんに関しては祭り位置上げている。2番さんは2周目位置だからまあ声色精査ね、初週っていうのは声色精査で重きに置いているから、これ5。4が2か。まあ6番さんの経費釣りはしないんですけれども、3番さんの組み取り方で6が3を釣り下ろしてたのかな。すいません。グレー。2469。2周目考えます。すいませんでした。はい。2番のプレイヤーが発言します。なんか1番さんは2周目もう終わりですよ、1番さん。1周目考えますって。なんか1番さんめちゃくちゃなんか囲われてんじゃないかなって率直に思いました。すいません、1周目3番4番のあたりで充電 20% っていうの出て話聞けなくて少し落ちて、なんか3、4は僕を釣り位置に上げてたんですか、なんか話聞いてて思ったんですけど、まあなんか僕の進行論で釣り位置が上がってたっていうことで、はい、まあそれはまあ8、9が言ってくれた通り、その僕はなんて言うんだろうな、投票嘘つかないっていうか、捨て票は人外でしかないとしか言ってないんで、そこのどこが黒要素だったのか、ちょっと3番、4番、まあ3番は霊能者なんでいいんですけど、4番さんには僕がどうやって釣り位置に上がったのかをちょっと教えてほしいですね。はい。で、6番さん、まあ5、8にまず触れると、まあ、圧倒的、盤面的にも8番さんが白かなって、はい、真かなって思いますね。7番さんに白もらってて、強人やったら出ないし、まあ、狼でも7の強が分か狼目線分かってるんで、出る必要はないと思うんですよね。まあ結局そういう7、8が騎士占い師ということで、8番さんの方が新目は高いかなって率直に思ってますね。なので5番さん偽だと思ってて、その白先である1番さんにちょっと、まあ、さっきの発言で違和感を持ってたんで、別に今日グレー9番さんは別に僕は怪しいところはないなと思ってるんで、1からでもいいんじゃないかなと思ってますけどね。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。アイレノです。はい、まあ、前半時なんで普通に潜伏してましたっていうただのスタンスの話です。はい、現状要精査位置っていうのは2と4あたりなのかなっていうふうに若干では思ってます。実質だったら6も精査位置に入るんだけど、まあぶっちゃけだな、4、6は2周目かなと思ってる。で、5、8に関してなんだけど、まあ別に、まあ、なんて言うんだろう、8が1占えばいいんじゃねっていうふうに現状思ったかな。うん、2で気になった、俺2がすごい気になったんだけど、最後の発言で1を釣り1候補にするってことは片白を釣る進行がしたいのかな、2番さんは。俺は純粋に思ったかな、現状として。うん、すげえ気になった今。2は普通に俺は今日の本数して入るんじゃねえかなって現状思ったかな。うん、まあ3視点って1周目って別に1の進行論に対して言ってる、だから別に発言精査してないのよね。うん、そこはまあ分かってほしいなって現状思ったかな。4に関して入れたのは、まあ3に対して3って別にそんな白い話をしてる人間じゃないから、俺自身がね、そこに対して3を弾いて2が現状ヒット石になりますねって1周目で言った発言っていうのがちょっと俺は気がかりかなって現状思ってるんだけど、まあ、この後4番さんがね候補石だから、全然そのあたりは喋ってもらえばいいのかなって現状思ってるかな。まあ今日はそうですね、グレー1入れてもらえばいいかなと思ってます。まあ3番なり7番なりどういう風になったら揃えてもらえばいいかなと思ってるんで、はい、そんな感じですね。まあ、釣れないっていうのが一番だるいんで、それだけないようにお願いしたいなと思ってます。はい。ご発言の審議もね、明日の占い先と占い理由、まあ、確実に言ってもらえればいいかなと思ってるんで、はい、お願いします。4番
のプレイヤーが発言します。ちょっと難しいね。俺は結構潜伏する占い師、新目で見たり、騎士を出したい占い師を偽目で見たりするんだけど、お互いって潜伏してて、騎士のこと話してないから、ちょっと真偽がつきにくいよね。ただ、俺、8が7に白打ってるから、8が陣容の時、新占い師を連れる白打ちなんよね。8目線7が強陣に見えて、占い師潜伏してる。8が7に白打てば、新占い師から連れるんよね、情報釣りで。だから、ちょっと8が7に白打ったようにも見えるかなとは思うんだけど、まぁ、ちょっと2周目聞かないと、正直わかんない。ただ、HP 一番低い2が一番低かったよね、かなり。で、ここで2番って霊能 CO にも逃げてないから、俺2って狼いないと思うんだよね。で、しかも1釣り押しとか、さすがに狼だったら言わないと思うから、今日は2外したいのよ。そうなると6と9のどっちか行きたいんだけど、正直お互いしっかり釣り位置言ってんのね。正直、釣り位置言うとヘイト買うからあんまり言わないんだけど、お互い釣り位置言ってるのが印象いいんだけど、どうだろうね。9番さんに関しては2外したとこがちょっと印象いいんよね。俺も2は、もうこの時点でないと思うから。だから9外して現状は6かなと思うけど、まあ、占いの釣り位置も聞けるし、6級の発言も聞けるし、それによっては変わるかもしれないけど、現状は6番さんって言っとくね。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、対抗の精査は今まだにまだつけてないんですが、4番さんの言った通り、単純に考えれば7白もらっててパッと出れば、自分っていう新占いを釣れる講座になるんですが、4番さんに言っとくと7白ってのが自分を悩ませてんですよ。ってなると、じゃあ初日自分釣られて白出る、お互い破綻するんですよね。わざわざそんな必要あるのかっていうのが、8番さんローで考えると、そこはまだ悩ましいところではあるんで、強靭っていう部分も自分考えて、続いていきますね。で、ローで考えると、8がローで考えると2番さん外されます。HP 低いとかそういうのじゃなくて、2番さんっていうのは1を釣りをしてる構図で、1番さんは正直自分の城先ですが、あたふたしてて、ワンチャン釣られる。だとすると、2番さんってあそこで1城出た場合、戦うシナリオだとするならば、2、8だとするならば、1を最後釣る構図、強靭であろうと別に、新占いとつなげればいいし、狼目線だったら。っていうシナリオを作ると思ってるんで、わざわざ初日、新占いの城先に、いちいちヘイトを向ける。ましてや新占いに対しても、偽っぽいという。ヘイトを向ける必要ないのかなと思ってるんで。まあ、二郎だったらまた考えなきゃいけないですが、正直そんな考えてないですね。6番さんは、初週自分の評価はしてほしかったですね。考察3に対してヘイトを見てんなら一緒だったと思ってます。9番さんは言ってる意味が分かんないと言ってましたが、そうそう変わってないんで、9か6であげます。6番のプレイヤーが発言します。いつ触れることができるであればですね、5番さんっていうのは4番さんまでの発言、1周目の初旬の段階で4番までで何も出てないですねって確認をした後は話してるので、5番さんってその場合占い師だったらすぐ出てくればよかったんじゃないですか。じゃないと1番さんが囲われてるのに、2番さんが5番さんが潜伏して1番の今の発言がおかしいから2番っていうのは1番を釣り行きたい、要するに5番さんの片白を釣りたいっていうのは人外表しかならないんですよね、村目線だったら。多分で、4番さんが言う2番さんのことはいいんじゃないのかっていうんですけど、2番さんに関して片白釣りを行おうってことは、2番さんが狼でなかったとしても強靭っていう視点を置かないのかなって4番さんにちょっと思いました。2番さんって初週の段階、僕自体は3番さんが人外になり得るかもしれない発言をしてるから3釣りですって言ってます。3番さん自体はおかしな発言したよねって自分で言ってるので、もう触れなくていいと思ってます。3番さんには例のなので。ただ4番さんの8番さんの7番に白なんだよねって、これって真の占い師、要するに5番さんを殺せる構図なんだよねっていうのが、確かに8番と7番、7番さんがスライド、騎士すらする時間がちょっと長かったなと思ってるので、ここで潜伏してる真の騎士がいるのであればそれはいかんなと思ってます。8、7ローローとかね、2強だった場合とかで宇宙考察するんですけど、まあ、9番さんの最後の
グレスケも聞きたいとは思ってるんですけど、僕2番さんが人外表になり得る、2番さんが申し訳ないけども位置ずりするっていうのがよく分からなかった、2番さんを残すってことはできないです。以上。7番のプレイヤーが発言します。まあこの村には時系列というものを見ない人が多いなと思いながら話を聞いてました。8番の白は5番が占い師をするよりも前に刺さってます。だから時系列的に言えば8が7白打った後に5番さんが出てきてるから、事実上情報釣りの観点で5番さんが、後から出てきてる状態なんですよね、はい、だから8番さんの段階では2 CO なんですよ。まあほぼほぼ同時だったっていうのはありますけど、いや、じゃあほぼ同時でも一緒っす、はい、だから、5番さんとか4番さんとかが言ってた、じゃあ8番さんが7番さんに白出したのは謎っていうのだけれども、別にその観点で言えば、出した後に5番さんが出ているから、チャットからね。だから別に、そこに関しては含めない方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あと2番さんに関して言えば、1番さんの発言でっていうところなんですけど、どこら辺が具体的に怪しかったのか超謎だし、4番さんに関しても、ごめん、なんか気になった点があったんだよね。この占い師の発言と、あともう1点ごめんね。あ、そうそう。2番さんに関して思い出したいって、あの2番さんって捨て証する人が嫌じゃないですか。でも1投票って捨て証じゃなりますよね、事実上どう頑張っても、はい、セオリーってところを見ると捨て票になっちゃうから、2番さんってそもそも捨て票するのはやめてねって言ってる人物で、自ら捨て票するっていうのは違和感です、はい、あと4番さんについては1点なんか違和感があったんだけど後から言います、はい、生きてたら。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、まず潜伏理由に関してということで、9番が8番に対して7番の芯が上がるよねって言った段階で、あの状況下で9番が7番の芯をほぼほぼ見てた状況下、7番が役に触れないことから俺はほぼほぼ役すらする人物だと思ってた。だから7番に対して役すら懸念を匂わせないように役に触れないんだなっていう偽主張をすることで3陣外目を引っ張り出そうとしました。結果5番が出てきてくれたんでありがたいなと思って、それほぼほぼ5番狼だと思ってます。5番狂人だった場合ってほぼほぼ出ると思ってます。はい、うん、5-1 っていうのは全然追えなくない目線ではあるんだが、ここで占い飛ばすと1番にね、占い飛ばせる時間はあるんで、どうなんだろうなっていうところですよね、うん、5番の狂人はほぼほぼないと思ってます。5番狼視点でどこにつながるかなっていうのは、どうだろうな。6番の正直2番釣りに行きたいんだよね。6番って2番ってじゃあ1番釣りに行くこと、7番が言った通り2番に対して捨て票が嫌だっていうことに対して2番を釣りに行くのはいいんだけど、2番って1番に対して釣りを入れる構図、これって8番からの占い飛ばされてもおかしくないんだよ。1番でもし占って隠し色できればめちゃめちゃ強いからね、正直な話。だから6番は2番に釣りを寄せる構図が単純に見えてる、強人に見えた。6番強人で1番という HP 低いところに 5-1 の囲いが見えた強人に見えたから156っていうのはあるのかなと思ってる。2番は正直そういう意味では村っぽいのかなと思ってますね。キバの話聞いた上で9番のプレイヤーが発言します。現状1番釣り入れたいなと思ったら4番さんですね。理由としては、まあ、これ7番が言った通り2番って捨て票するのをやめろって言ってる人物で、2番がそれ言ってることとやってること違うじゃんってことで2番を釣りたいって思ってたんだけど、4番がそこで2番が狼っぽくないから6か9から入れたい。ただ現状どっちも釣り位置上げてるから、だから6の方から行きたい。って言ってるのが、2番を釣り位置から外す行為が俺の中で分からなかった。4番の頭の中の考察でね。2番って言ってることやってること違うから、完全に2番釣りになるかなと思ってたんけど、そこを釣り位置から外すっていう4番が俺は一番違和感だったかなと思ってる。8番とかはそこ気にならなかったのかなと思ってたけどね。はい。と思ったけどね。5番も。どういう風な視点なの？あなたたちはって思ったけど。7番ぐらいじゃない？唯一普通なこと言ってるのって思ったんだけど。はい。そんぐらいです。だから俺は現状4を一番釣りたいかなと思ってますね。はい。4番が狼があるんじゃないかと思って4を釣り行こうと思ってます。はい。
2番をかばう構図が俺の中で分からない。4番が率直にそこを2番のそこらを拾って2を釣りたいって言うんだったら分かったかなと思ったけど、6は俺とは多分あれ考えは違うけど結果的に2釣りたいって言ってるんでしょ。まあ釣りたいところは同じだけど、うん、言ってることがおかしいのは4だなと思ってるんで4釣りますね。全プレイヤーの発言が若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。9番村やろな、これこれ5、6かな。97。投票が終了しました。通報されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。はい、まあ僕釣られたっすね。はい、僕1番釣るのは捨て票じゃないと思ってるんですよ。僕の発言聞いてたかな。僕は8番さんを死んで見てるって言ってるんですよ。8番さんを死んで見てるから5番が2セットになるんですよ。だからその5番の白先である1番も僕はグレーセンサーに含めて1番でもいいかなって、1番さんの 1周目の発言で、はい、1番っていうのはなんか1周目に、あ、2周目に、なんかいろいろあって2周目考察伸ばしますみたいな意味わからんことを言ってテンパっていた。はい、だからそれが人外要素に見えたから僕は1番でもいいかなっていう発言に至ったんですけど、まあそこをね叩いてきた6番さんっていうのは結構怪しいですけど、まあ、9番に僕は入れたんですけど、9番さんは僕をついたいなら僕に入れればいいかなって、率直になんか4に行く理由がようわからんかったから、まあ、僕は9番さんに入れましたね。6、9がちょっと僕は怪しく感じましたね。まあ、4番さんは6、9が6、9に行くって言って僕に来てるんで、まあ、グレー全部怪しいですね、目線は。はい。まあ、白結果しか落ちないんで。騎士は8番守ってほしいですね。はい、1番はめちゃくちゃ僕は黒落ちると思ってますけどね。はい。まあ、そんぐらいかな。まあ、そんぐらいですね。はい。まあ、レノンさんは僕の白結果見てくださいね。とりあえずそんなところで。めちゃくちゃ違和感持ちましたね、僕釣りは。はい。たく。夜が更けました。いや、これむずい。人狼に気をつけてください。さあ、面白いことしようか。自投票しようか。自投票するか。面白いこと、なかなかそういう盤面来ないといけないからね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、8番のプレイヤーが発言します。はい、2白ね。うん、やっぱ2は白だよね。9番黒です。9番という人物が部屋村盤面を形成する過程になった人物。結果的に5番、8番という人物が出てきたんだけども、俺は5番は、まあ、前週の理由から狂人はないと思ってる。うん、狂人名があるのどこだろうな。うん、まあ、今日は占い決め打ち盤面だと思ってますんで、まあ、3番が最後のタグを使うことにはなると思うんだけど、9番の目線だったら最後2番釣りでよくない？うん、4番に持ってきたかった理由がちょっといまいち分かんなかった。かつ1番5番っていう囲いは正直言って見えなくはなかったが、1番目線正直8号っていう人物が出てきたから目線バグのしょうがないんだよ。そういう意味では2周目話聞くべき人物だから、占い飛ばすんだったら役で出ないかつ盤面固定されるような、これ分からんな。年報中の9番が一番占い値で筆頭だと思ってる。6番の話は特に引っかかるのなかったかな。はい、9番黒でした。俺はもう5級ローロで、はい、5番つって9番つったら終わりなんで、ほぼほぼね、5番が狂人だったらわざわざ潜伏する必要ないと思ってる、あの盤面か。はい、号泣ローローで、狂人はもしかしたら2番で落ちてる可能性あると思う。1番に堅くなに占い飛ばせって言ってることから、2番狂人の可能性あるんだけど。はい、
5番言ってください。9番のプレイヤーが発言します。はい、今ので8番が占い師じゃないことは分かったと思いますね。8番視点、なぜ5に行くんですか。あなたは5の色は分かりません。あなたは5の色は分かりません。ただあなたが自称占い師をするんだったら9に行ってくださいですよね、はじまさん。残念ですね。はい、だから言ったじゃないですか、あなたが4とかを拾えないとかおかしいって言ったんですよ。4番視点、2っていうのは、捨て表にならないようにしてくれって言ってる人物ね、1周目で。で、結局1に行くって言ったのはほぼ捨て表じゃないですか。で、それを釣り位置に外そうとしてる4番がおかしいって俺は言ってるから、4を釣りたいって言ってる。4番が人狼で、2番の狂人が透けて、そこを釣り位置から外そうとしてるんじゃないかって思ったから、4釣りたいだけど、結果6黒だったねっていう話。はい。8視点は5言ってくださいじゃないですね。あなたは5の色は分かりません。5の狂人目はあるかもしれない。あなた視点は9言ってくださいですよ。はい。今日は9、6の欄で。まあ今日は6行くんですけどね、当たり前だけど。5が死んで、6白、1白。はい。まあほぼ5、8白かなって。まあこうなると4番が言った通り、7番狂人で逃げて8番が狼で新占い師の5番を釣り押そうとしてる構図ですよね。情報釣りから。はい。っていうところで、6、8ロールなんですね。はい。そんなところかな。以上。はい、8番さんが出現してくれたんで、この村は楽勝でしたね。はい、6いきます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。私2番の狂人落ちてるかなと思ってて、その景色を見てた6番っていうのはわりかし村なのかなと思ったけど、6、9が黒黒結果でしょ。どうなんだろうな。いやー、じゃあ6、8ロールだった場合っていうのは7が8白出して、8が占い潜伏してたってことか。いやー、どうなんだろうな。そのわりかし6のその目線は良かったんだよね。2の狂人もあるから、まあ、2落としたいっていうのもすごい分かったし、興味があるところって2回しかないから、その景色は良かったんだけどな。ただ、まあ、8番さんの言い間違いもあるよね。5言ってくれって、5の色が分からないのに5言ってくれって、まあ、8視点ってのは対抗が人外だから5言ってくれって言ったんだけれども、今日9、6精査なんだけれども、ちょっと待ってね。6の1日目の2週目はすごい良かったかなと思ってるんだよね。ただ6、8ロールか。6、8で、6、8ロール。8って、いや、6、9釣り位置に上げてたよね。ちょっと待って、私、多分ね、8死んなのかなと今のところ思ってるから、ごめんなさい、9番行きたいかなと思っているんだよね。3番のプレイヤーが発言します。はい、2日もお願いします。まあ、今日結論から言うと6級のランなんですけど、わからんねこれね。まあ9の言ってることってわかんのよ。まあそう考えるとね、難しいねやっぱな、これ。そうなんだよね、8視点って5よりかは6、ごめんなんだっけ、9視点ってのは、いや8か、8視点では5じゃなくて、そうだよね。黒位置からの方が絶対いいもんね。結構真面目に待ってるわ。でも確かにね、1が評価した6の2周目って俺もそこは評価してるんだよね。わからんな。6視点って3人雑な殴りを入れてた人物っていう風な感じもするんだけど、まだ2周目でも3はもういいやって言ってる人物が6番だから。ただ9の発言って 2日目別に、わからんな。ただね、5、8審議の時って俺8のが審っぽく見えてしまうんだよね。そうだな、難しいな。まあ5に関してはまあその占い理由はまあ必ず言ってもらうって感じで、9ね、どうだろう、本当にわからんな。まあ、でも俺も2で狂人をしてると思うけどね、凶悪だと思うよ、普通に1から行こうっていうのは、2してんの。俺は全然分かんなかった。そんな感じかな。
そうね。だから別に、最終候補が二強陣って出すのもわからんでもなかった。6球だった。いやー、これほんと難しいんだよね。俺は6かなと思ってて、まず1番が、占い審議つけてたじゃん。8神、8神って。だから、これ5級神道の時って、9って2落としときたくない？ 2 が8の神軸を追ってるから、号泣人狼の時って多分2は釣っときたいはずなんよね。で、俺は占い審議つけなかったのよ。俺占い審議つけてないから、俺よりも2釣った方が号泣人狼の時っていいと思うんだよね。まあ、だから6行こうかなと思ってんだよね。わかんねえから、ちょっと霊能入れようかな。5番のプレイヤーが発言します。だそれ。言いますね。6占ったりは昨日から発言が、そもそもまず自分に対しての叩きは、何も出てないですねって確認してるんだったら出ればいいじゃないですか。これもちょっとクリさんの期待に応えたけど、いいやろ、これで。じゃあ、後から出てくる人が狼である可能性が高い盤面見て、ましてや狂人も出てくるかもしれない。三四郎の方が霊能がいる状態で三四郎ってめちゃめちゃ強いと思ってるんで、自分はね。潜伏する理はある。確認したから。で、あと2番さんに対する叩きは7番さんがしちゃったから、どんどんそれ持ってかれたけど、ロジックは成り立ってるし、共鳴ってのは一切ないですよ。3番さんにも言っとくと。別に自分を偽で見てる。だから1を釣る。1番さんの発言があやふやだったから、ロジックは成り立ってるし、じゃあ2番さん教授で1釣って、1がローだった場合って、もう音1号でボンボンで終わりじゃないですか。どこの共鳴があるんですか。はい。で、6番さんそれに対して2番さんは人外表になり得るしって。で、その6番さんを8番さんは6強人っぽいなって2周目落としてるんですよ。1番さんそれのどこが良かったんですか？ 6 番さんの発言が良かったって言ってるのを8番さんは強人っぽかったっていう評価をしてるんですよ。なぜ8が死になる？なぜ6を釣らないか？昨日の発言で。結局に釣りに釣り。で、昨日の流れで2番さんがちょっと村っぽい。パッションを出してって、1より9、あそこで流れで1515ってなってたけど、9の方が、取れる。1番さんの共鳴もあるしね、2番さん共鳴なんて一切ないから。っていう部分で9黒出した、6、8、ロー出た、見てます。6入れてください。6番のプレイヤーが発言します。6球ランで把握したけど、5番さんって昨日そんなに僕怪しんでましたっけ？ 5 番さんには指摘したけど、そんな僕に投票するまで怪しんでわかんねえな。まあ、それぞれ筋は通るんだけど、1番さん聞こえてないからきついな。僕自体ですね、なんて言っていいのかな。4番さんって強ムーブしてます？もしかして。それとも強人なんです？強に関して。4番さん視点も9番から投票を4番に入れますってなってるんで、その構図から見ると、9番さんの発言、あ、1番さん帰ってきてくれたね。9番さんの発言って強くて4番さんに釣りを使おうというふうにしたら、多分弱い人って4番釣りに行う可能性もある状況下でできるから、9、4って成り立たないのかなって思ったりもしてるけど。あ、で、1番さんにも問い、あ、言っときますね。白証明っていうか、8番さんが5番さんに言ってくれって言ってること。5番の色分かりませんよね。9番さんが指摘されていて、でも8番さん視点って2番が2番で強靭落ちてるっていう構図を落としてるので、8番さんは2番で強靭号泣ローローだから5番に行ってくれっていう風な視点だと思いますよ。で、9番さん視点だったら9番さんは8番さんに指摘されたように、あ、8番さん指摘して5番の色分かんないですよね8番さんって言ってますけど、9番さんって強靭位置どこですか？で、5番さんは強靭味はないです。僕に黒なんて、グレーのとこに黒打ってきてるんで。9番に行って。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。わかんない。2投票しようか。どんな3入れようか。ノーノーノー。3に入れるわ。ああ、9に入った。
票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。いや、これで俺が釣られるって村弱くない？マジで。はい、4番強人でしょ。はい。だからさ、2番は、1に動揺するって言ってて、明らかにおかしいことを言っている。明らかにおかしいことを言っている。それを釣りか、その釣りを外してる4番がおかしいって言ってるから4から釣り入れようって言ってるの、俺は。はい。多分4番視点多分2番が、4番視点2番が狼に見えたんでしょう、きっと。だから、2を釣りから外そうって言ってるんでしょ？誰俺に投票したやつ？この後説教な、マジで。はい。86はいいよ。86はいいけど。マジで。村弱くない？ 1 番とかちょっと意味わかんないんだけど。どこをどう取って？8番人狼と聞いて、7番狂人に見えて、別、占い出れば、俺の占い殺せる構図も作れるし、8番視点5行ってくれって言ってるも、発言おかしいじゃん。はい。なところかな。6番に関してはめちゃくちゃ熱そうだね。5番って6番の2周目を聞いて怪しんでる人物だから、それこそ時系列おかしいからめちゃくちゃ熱動してる人物だし、それで6に投票できないやつは何やってんのって思ってますけどね。はい。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。超つけるか。超感じて超この調にしておこう。ちょっとクリさんの答えたよ、これ。クリさんのリクエストに答えたよ。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。はい、急城だったんで、今日6ですね。潜伏しました。ちょっと3番強靭目が高かったんで、ちょっと参加ませるために潜伏してました。急城だったんで、6、8人狼です。今日6行きます。これが潜伏の強さね。5番のプレイヤーが発言します。いやー、先生頼んますよ。せ村だったら、まあ、いいんですけどね、巨人ならも。ユインさん、ありがとう。殺してくれって感じですが。荷を釣る人がおかしいっていう論は言いました。そういった部分で9の巨人あるかなとは思ってるんですが、もう、いいですよ。もう、PP で負けで、そっからの私の論は、まあ、すべて言いましたが、言いました。はい、殺してくれ、もう。6番のプレイヤーが発言します。はい、これリア教村じゃないのよね。7番さんがリア教とかそんなことないよね。って俺思ってしまったんだけど。はい。1番さんに言うけど、2番さんを、4番さんはいいなって残す、釣り位置から外すって除外が、それって4番さんおかしくない。2番さんっていうのは片代を釣りに行くっていう構図だから、多分2番さんって強靭目もあるから2番さん釣りたいっていう風なことを言ってて、昨日に関して8番は急に苦労で、5番が6に苦労を打ってる状況下で、8番っていうのは2番で強靭が落ちてるっていう風に明言してて、なおかつ5球ローローって言ってるから5番から行ってくれっていう数字が通ってるし、それに対して9番さんって8番は5番の色わかんないですよねって言ってるんだけども、やっぱ8があれやったら出ないか。それはその8番の発言で8番の構図をちゃんと正式に、説明しているから成り立つことだと思っているし、この現状下で、9番というのは2番の強靭というよりも9番視点の強靭位置が分からず、なおかつ5番というのは強靭だった場合ってグレー位置に黒なんて打てないから、その構図で9番は、視点的には6、8、ローロー、じゃあどこに強靭
ていう風な提案ができるし、5番さん自体は、6に黒を打っている、グレーに黒を打っている状況下で5番さんっていうのは強襲名は限りなくないよねっていうので、昨日の発言で3番に投票しようかなっていう4番さんって強襲ですかって僕すごいよく言ってるんだけど、4番この場現状下って2番さんが村だったら4番強襲の5番さん9番さんで終わりなんで、今日は5番に行きます。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。まあ俺が謝るべき人物は2番だよね。うん、強人をほぼほぼ2番として仮定したことは大変申し訳なく思ってます。うん、9番黒で落ちてます確実に。5番黒出ました、なので5番釣れば終わります。はい、そもそも7番さんも接続切れちゃってんだけど、7番から俺が白をもらった上で狼として強人として出るメリットどこにあるんですかって話ね。ヨモさんいいよ、9から出てるから。でそこら辺をしっかり考えた上で投票してくれてると思うんで、もう5強っつって終わりです。5番っつって終わりです。はい、そうだな。まあ俺がミスったのは方法も24の強人位置を間違えたことぐらいかな。6番に対しても確かに懐疑的視点を持ったんだよ。2番に対してのヘイト向け方が7番の言う通り。で、あ、そう、9番が言ってたんだけど、7番が2番に対しての釣りを持っていった人物に7番が釘刺したっていうところに対して、8番は違和感なかったのって言ったんだけど、俺ちゃんと拾ってるし、そこに関しては促してるからね。うん、7番の言う通り、2番が言ってることってあくまでっていう話で、俺は話を進めてるから。拾ってないから8番の偽要素ですっていうので、これやっぱ9って2の強ってたから俺釣りをしたんか。はい、決め地盤面です。5番いってください。5黒が落ちてますんで、5釣ったら終わります。以上。1番のプレイヤーが発言します。ほんとごめん9番さん、いやもうちょっと9って盤面下で最後平和村だったじゃない。7が出てきて8白打った時に9って何も動かなかったから9って白位置なのかなって考察残してたんだけれども、6級で6の2の強靭要素の上げ方景色が良かったかなと思ったから6ちょっと白いなと思っちゃったんだよね。ごめんね。いやちょっと待っていや4番さん強靭線もあるんだよね。4強のだった時って、なんだろう、2が黒っぽかったけれども、2って霊能で逃げなかったよねって言ってるところが、4強で2ローだと思ったからかばったのかなとか思ったし、ただ3も、初週の1日目の拾い方、拾い方ね。いやー、でもね、ごめん、ちょっと決め打ったんだけれども。9が白かった最後遺言。でもこれ4強だったらやだね。4強だったらやだね。いやそうなんで、盤面から9って何も動かなかったんだよね。ちょっとやだー、ちょっと。4が3に入れた理由が3強、潜伏4進、9白。ちょっとでも9が本当に白かったんだよ、最後。いやほんとごめん、ちょっとミスったなと思って、遺言すごい白かったから盤面かも白かった、ごめん、ちょっと決めます。間違ったらごめんなさい。全プレイヤーの発言が終了した。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。あー、まあちょっとね、初日ご主人釣られなかっただけ許してくれ。いやこれ難しかったよ、かなり。え1が 8?6 番のプレイヤーが発言します。いやよかったよかった、1番さんやめてマジで。9番が遺言が白かったからこそ僕が一発目に発言したのこれリア教村じゃないよねって、7番って占い師で死んでないよねってこの発言してんだよ。9番さんが遺言が白いのは分かってんだってでもその前の構図をちゃんと説明してるし、僕が見てた世界線が1番さんが印象が良かった結果で今4号は僕に入れてきてるんだよ。
で4番が強振がありえるよねって、昨日1番さんがちょっと接続切れだったけど4番さんっていうのは霊能に入れようって3番に入れようかなって言って20秒残して切ってんだってちょっと、うん、もうあとは5番さんの発言が残ってるけどまさかだと思いました。はい、1番さん、え、これ価値観やね、僕についてきてください。2番の強振軸としたら価値観やね、世界線もいいさよなら。5番で終わり。5番のプレイヤー、これ8は5に入れるやろ、これ価値観やね。4番さんは霊能なガチなそれがガチなんじゃない、これ価値観やん。 DP だと思ってるんですけども、どちらにせよ、あー、まあ、けど1が5に入れたらあれか、ほっといてロジックっていうか全て叩いてるんですけど、自分は全て言ってるんですけど、ちょっと待って、8が6強陣で置いたことは1番さんそれを拾ってない。6に入れりゃいいのか、なぜそれを拾わない。6を評価してるなら8に違和感を持つべきだってのは言った。で6番さんの俺叩きはずっとふと、え、ちょっと待ってよ、ね、8は5に行くやろ、1は6行くやろ、そんなに知りたがってましたか。はっきり言ってますよ、6番さんは初週、ダメか、3に対してヘイト向けてるならなぜ俺に評価が回らない。で6か、9番さんにも、釣り茶あげましたよ。9番さんに対しては、その位置で釣られたら危ないから、正直俺は何言ってるか分かんないって言われたから、その印象が悪かったから。価値観じゃねえ、意味ならいいけどね。全プレイヤーの発言が集中。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。あ、勝った。投票が終了しました。これミニーさん、俺の霊能追ったの。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。いや、勝ったこれ。はい。これはちょっと8番さんに申し訳なかった。これは俺が偽物だと思われた。危ねえ。2番さんが強靭を追いました。4番さんが釣り得ないって言ってて、2番さんはそれは強靭目があるから片白の1番を釣り行く構図だから2番さんをちょっと残せないっていうので僕は2番を釣りに行きました。いや、まあもう仕方がないんですけど、最後の9番さんの遺言が白くて、だから9番さんが優秀です。あ、それは分かりました。だからその発言で僕が一発目に言ったことはこれリア強村なんですか。これで勝つか。9番の発言があまりにも白すぎる。だから僕はリア強者かなと思いました、ね、っていうふうに発言も残したし、最後は9番の、はあ、これは無理だな。ただ4番さんが最後3番に、いやもう全然いいんですけど、ただすいません、あの2番さんもすいません、3番さんも7番さんもすいません。僕が欄に入っている以上、僕が発言が悪かったと思ってます。経費釣りじゃなくて、一番さん、これ結果的に経費釣りなんですかね、僕って。経費釣りより立ちが悪いですよ。なので、一番さんが見た世界線を教えていただきたい。僕は初日に2番が強靭線があるからって、その世界線が良かった。一番さん、3番さんから評価を得たのにもかかわらず、最終段階で僕が釣られるって、これは経費釣りというよりも、まあね、ただ、9番さんの発言が白くてより、9番さんが好みだった。と思って釣れんかったよね。ショックです。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやー、これはちょっとまさかの逆転劇。これがあるから強靭ニートは強い。あ、ミリマルさんありがとう。急潮で急潮で芯を取るにせたく、アイダリキさんありがとう。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、1番のプレイヤーが発言します。はい、すいません、決め打ったんですけれども、9番さんが白かったから4が真だったのかなっていろいろ考えちゃいました。アリさん、ありがとう。いや、本当ごめんなさい、決め打ったのに5に行けなくて本当申し訳ないです。許してください。4番のプレイヤーが発言します。いや、これまあミニーさんしょうがないよ、分かんなかったよね。うん、これはしょうがない。ミニーさん入れます。5番
のプレイヤーが発言します。アリさん、まあ、ありがとう。とか言ってたくまさんが村だったら笑うんですが、そうですよ、一番さん、しょうがないですよ。分かんなかったっていうのは4番さんが言ってるんで、4番さん狂人なら霊能投票っていうひどいことしてるんで、あの6番さんに黒塗りをもっとしてほしかったんですがいいんですよ、2を切ったのが悪い、いや誰も悪くないですよ。全プレイヤーの発言が終了しました。私を選ばないで。いや、細道さんがね、もっと黒いんだけど、今回あんまり黒くなかったのよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。本当にすいませんでした、決め打ったのに。いやもういいよ、もう。いやさあ、これ両陣営うまかったよ。だって5番さんも2が8死んで売ってるのに2釣らないのもねえ。いやすいません。いやいいんだよ、もうね、正直間接的な白先の164だから、もうそこで釣りが5番じゃなくて6番に向かったら、もうそれは8番の占いの腕がないってことになるから、いや9番に負けたってことでいいんだ。8神かなと思ったけど、9が白くて4の神もあるのかなと。1つだけ言わせて、一番さん1つだけね、はい、4番が神に見えないでしょいやそうなんですけど全部本当に言ってたのかなって。本当にそれだけ言わせて、まあ確かに4番の3番通りがうまかった、うん、あとさ4番死んだったらやべえぞ、あれ。死にたい。9番さん、すいません。9番さんは2を狂人と見て、狂人助けの 4? ね、2、正直わからんやった。2、わからんやったっす。ああ、多分9番さんが2言ってたら、ね、多分占いされてないよね、多分8番さん。もういいよ、だってもう6番さんがね、うん、ちゃんともういいよって言ったし、俺も別に、感想的には俺の腕の悪さだから。いや、違いますよ。違う。一番納得させたら勝ちなんだから。いや、俺が納得させる方が負けなんだから。いいんだ、いいんだよ。それは役持ってる人物の宿命だから。それはちゃんとできなかった。ごめん、8神。気にしなくていいんだ。8神だったよね。ただ9、8、8じゃないと9なんて。4の神に見るだけはやめてくれと思ったよ。でも。いや、13、本当ごめんなさい。いやでも、たくまさんが狂人で助かりました。ありがとうございます、たくまさん。いや、たくまさん、目が入っちゃったんですよ。じゃあ、なんか4番の3投票がうまかったのよ。ちょっと追わせる世界線も作ったから、それだけだよ、本当に。でも、たくまさん、分かってないですもんね、号泣。分かんなかったよ、これ、マジで。4番さんさ、なんか9の遺言で9しろ言ってたから、そう、あれ。偽でしたよね。そうそうそう、つらう前に九四郎打ってたから。そっか、色見える前だ。ごめんなさい。だから一番さんは何してるのかと、まあ、ごめんなさい、二番さん。思いましたね。一番初めだからバババってなっちゃったから分かんなくて。そうだから一番の目線が五三のシャーネンで五八が潜伏してたし。うん、それはしょうがないし、俺が謝る、ね、本当に真に謝るべきは2番なんだよ。俺2番に教授を押し付けた。ごめんね、2番さん。それに関しては本当に2番さんごめんね。俺教授だと思ってたから。2番さんが1に占い飛ばせ、占い飛ばせってずっと言ってるから。2番さん5は助けたよ、なのに偽で見るなんて。いや、わかん、ほんとごめんなさい。いや、場面的に見て5番さんのシーンはちょっとなかったっ、ね。そうそう。俺は狼で出ないって。いや、これ場面的にきつかったよね。2分の1で陣外釣られたからね。これはちょっときつかったよ。めちゃくちゃ悔しいわ。でも、いや、ごめんね、6番さん、ほんとに。いや、僕はいいんですよ。ただね、あの9番さんが本当に1番さんが言うに遺言が白かったんです。そうなんだよ。そうそう。結果的に9番さんのその遺言で持ってかれちゃったから、うん、悔しいのよね、それが。やだ、もう死にたい。いいんだよ、1番さんは別に気にしなくていいんだ、別に。ごめんね、ミニーさん。ごめんね、圧かけてごめんね。いやいや、圧かけはいいんだけど、すごい白くて、でも 6の景色も良かったなって、6も初動、ね、良かったなって。いや、まあね、信用勝負だからさ、そこの役に関しての信用勝負に負けた
完成的に負けたんだから。でも俺は星占いで負けるの悔しくないですか？ごめんなさい。お疲れさんでした。ありがとうございました。なんで4番の星見てんだ一番って思ったもん。お疲れ様です。